ジャック RXY。 ご乗車ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは、 R です。サイレントヒル3実況プレイ、前回の続きをやっていきたいと思います。はい、というわけで前回ヘザーが自宅に行った際にですね、お父さんがなんと、なんだっけ、レナード、あの謎の女性に殺害をされてしまい、そして彼女が去り際にサイレントヒルに来いと言い放ち、ヘザーはサイレントヒルに無事到着しました。でなんかここに来る際に過去の記憶を思い出したみたいで、このサイレントヒルはヘザーが生まれた街だそうで、でも人影がないというこの恐怖の街でヘザーは何を見るんでしょうかね。で、あのですね、ちょっと皆さんに言っておきたいことがあるんですけど、実は一回途中まで進めてしまったんですよ。でもですね、動画のファイルがちょっと壊れてて撮れていなかったので、まあ、セーブポイントもねちゃんとあったのでもう一回やり直してます。なので途中の、まあ、途中のあの病院に行かなきゃいけないんですよ、この丸がついてるところに。で病院の中に入った、まあ、最初の部分ぐらいまではちょっとやってしまってるので、そこはちょっとリアクションが薄くなるんですがご了承ください。そっから先はまあほとんど進んでないので、あとね、今ね結構ね致死量のダメージを食らっちゃってて、あと 2,3 回敵から攻撃を受けるとゲームオーバーっていう状況なんですけど、病院もね回復アイテムがあると思ったけどね、入り口の方全然ないんですよね。で一応日本刀装備、ちょっと待って、今この道は途中で怪物が出るんですが通っておきます。とても戦える体力ではないので、しかも何かもらえるわけでもないしね。このさ、前が見えないっていう恐怖がさ、やっぱホラーゲームっていう感じで、やっとなんか霧の街にたどり着いたみたいな、そういう感じですね。サイレントヒルシリーズって基本的にこういう霧の街が僕の中ではイメージがあるんですけど、1とかだって最初からこういう霧の街だった気がするんだけど、まあ、1とかは YouTube の他の実況者さんの動画を見てた時があったので、それで見ましたね。あ、こう抜けられるんだ。ひたすらコントローラーが震えてるからさ、早く回復したいんだよね。この振動ちょっと嫌だ。あ、車があって結構遠いんですよ。しかももう一回ホテルに戻らなきゃいけないって言ってたから、なんだ読み込みが、まだ遠くない？こんな遠かったっけ。あー、着いた。明らかに入れという感じで、まあちょっとこの前やった時はこの先行ってなかったんで、一応行っておきますね。まあ通れないんだろうけどね。どうなってんの、まあ、こっちは進めないように多分なってるんだろうけど、ああそうだよね、逆に進めちゃったら嫌だもん。でも街中も特にアイテムとかが落ちてるわけでもないっぽいですね。え、どこだっけ？もうちょっと先か。あったあった。明らかに入れと言わんばかり。で、まあここ入ると、いきなりちょっと敵がいるので逃げます。どこだっけ入れるとこ。やばい、危ない。ヘザーの声に似てますが違います。痛い、やばい。もう一回食らったら死ぬかもしれないんだ。バイバーババ。よし、まあ特にあれ
セーブポイントがこんなところにもあるの？知らなかったんだけど、ちょっと初めて聞いたよ、これは。もっと早く知りたかったね。セーブします。はい、セーブしました。なんだよ。あるじゃん。なんかある。ヒザが何かを見ている。とりあえず回復アイテムがそこにある。ああ。これは地図か。地図が欲しい。なんだろう、これ。あ、ここに地図があったんじゃん。よかった。よかった。回復もできる。ああ。なんだよ、もう。こんなさ、入り口の一番最初のところにさ、あるんだったら早く言ってよ。もう。だって、途中、回復もセーブもないので、僕的にはちょっと困ったんですよ。で、こっちに行ったらまた、ディレクターズルーム、ミーティングルームとかいろいろある。危ない危ない。ここ開かないでしょ？ここも開かないでしょ？ここは開くんだよね。そう、ここから先はまあちょっとだけわかりますね。ここは確かハンドガンの弾があった気がする。OK、OK。まあ、ナースの方にはあんまり近づきたくないので、ハンドガンをリロード、装備。一応調べるけど、ここ入れないし。まあ、あと他にもいろいろ部屋があるみたいだね。あれ？やっぱ前回全部見切れてないわ。そりゃ真っ手に入れてなかったらそうなりますわって感じ。逃げて、エザ。開かない。こっちはね、いけないっていうのは分かってて。来てる来てる。ここも開かない。危ない！痛い！ヘザー！逃げて！ああ。あともう一つ入れる部屋があったはず。ビジティングルームってところは入れる。はい。で、まあ、ここに奇妙な書き置きがあるんですよ。この日がやっと来た。そう、私と君とが出会う日だ。この薄暗い牢獄の中で、いつも君を思っていた。今日になるまで、私は君の名前も君の顔も知らなかった。でも、わかるんだ。君は私が待っていた人だと。君もそうだろう？君も私を待っていた。だから君は私を救いに来てくれたんだ。ああ、愛してるよ、ヘザー。この出会いを、この永遠の愛の始まりを記念して、私の大切な人形を君にあげたいと思う。ああ、君が喜んでいる姿が目に見えるようだ。スタンレー・コールマン。というね、なんか、謎の人物からのよくわからない名書き置き。なんだか気持ち悪い、これは無視しようということでね。そりゃそうだわ。知らない人になんかいきなりさ、愛してるよとか言われてさ、まあ人によっちゃいいのかもしれないけど、書き方的に変態だよね。うわ！進めないの分かってる、こっち。で、まあここで、ああ、そう。そうなんですよね。ここね、もうね、運なんだよね。はい。ヘザーの声じゃん。やめて、怖いんだけど。いるし、いるいる。逃げて。ああ、やばい。なんだよ、せっかく回復したのにさ。ここはね、なんか敵がいっぱいいる気がするの。ああ、ああ。え？おお、びっくりした。
あの C2 の部屋もいつ帰らなきゃいけないかもしれないけど、あとこの部屋になんかアイテムがあるんだけど、こっちこっち、ここだね。これクッキー、歯ブラシ、スプーン、クリスマスカード、時計、接着剤で貼ってあるみたいだけど、何のためにこんなことしたんだろう。で、鍵があるんです。くっついてしまっている。なんか取るやつが必要。うわ、人形があるよ。またー、今度は何でしょうか。組織が私をここに閉じ込めたんだ。私の心を壊してあのことを忘れさせるために。だが狂ったやつらと一緒に閉じ込められていても私はいつまでも正常のままだ。接着剤で壁に貼り付けてどうする。そんなことをしても無価値だ。あれで剥がせるじゃないか。え、何がない、これ。極悪な女どもが証拠りもなく使っているあれで、全ては意味を持たなくては存在する理由がない。君が私のために存在しているように。気持ち悪い。でも君はなんで僕の人形を持っていかないんだ。照れているのだろうか。かわいいよ、閉鎖。ちょっと待って、今首筋がゾクッとしたんですけど、何この行く先々にあるってこと。やばくね、姿が見えなすぎでしょ。あとはあっちも気になって、ふっ、痛い、やめて、通らせて。危ない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 。ここは入れないじゃん。ここも入れない。寄って進むのはあっちだな。3つ扉がありますな。階段の部屋があるっぽい。危ない危ない。さあ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 、ここはエレベーターです。ここ開かないっす。寄ってこっちっす。嘘でしょ。ちょっと待って、ということはまさかここの階段とかそういうところに行く感じ。いや、ちょ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 、危ない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 。はい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 、開かない。こっちだ。なんだこの非常にドキドキする。あばばば、そんなバーナーかなあ。ああ、なんだよもう。ああ、あれ顔どうなってんの。もう白骨化してんじゃね。もうちょっと衝撃的すぎることに自我を忘れている。ゲームオーバー。かか、はい、というわけでコンティニューしたんですけれども、ちょっと待ってくれよ。まさかこれセーブしたところからなのかな。あ、そうだ、あ、いいのか悪いのかよくわかんないけど、戦いってことなのかな。一応ハンドガン装備して、まあ、地図をもらってないところだね。そやん、なんでだよ。今入れるところと入れないところの違いが分かった。そうだ、ナースさんたちをいかにして幕かけろ。びっくりした。こっち、もう開かないのか。これ、はい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 、開くでしょ。で、まあ、これを読んでじゃん。はいはいはい、ここには子供の人間関係でもいたんだろうか。私の子供の頃こんな人形でよく遊んでいた。なんか懐かしい気持ちになるって書いてあるけれど、これを読んだら変わるってことか。ああ、そういうことだ。で、うわ、びっくりした。あっ、やってしまった。でででん、危ない。いけない。はい、気止まり。開いた。ここはハンドガンか。では、ここも。こうなってて、ハンドガンと。あ、なんかある。あ、カルテ。カルテのようなものが置かれているレナードという人のものだ。レナードって、ヴィンセントが言ってたあのレナード。ヘザーのお母さんの人だよね。
S12 号室に収容、軽い幻聴や幻覚、感情の不安定さ、思考の固執などの症状が見られ、軽度の精神分裂病と思われる。引き続き観察を行う。基本的には温和で協調的な性格であり、正義感が強い。ただし極度に興奮した場合、異常に暴力的になるとの報告もある。まあ確かにそうだね。もう一つ、スタンレイ・コールマン、あの謎の手紙を置いてくる人ですね。ああ、こっちはあの変な日記を書いてる人だ。 S07 号室に収容、平常時は消極的であり臆病で、かつ自己中心的な性格である。時折特定女性に対しての偏執的な執着及びそれに伴う行動を見せる。これが元で暴行事件などを起こしているので注意が必要である。怖いわ。その人がいつか来たりしてね。大体こっちにいることが多いけど、もうさ、いちいち BGM 怖いんだよね。これで分かった？この回は全て見たわけではないのか。あとあのエレベーターのところがあるけど、いる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 。あ、ええエレベーター乗れるの？乗れるのか。なるほど、結構大きいエレベーターですね。でもまあ一応さっきの部屋のところ行っとかないといけないからさ。あれ、レナ出して。今エレベーター乗ることが分かったじゃん。今階段が鍵がかかっている。内側から開けるで、ここに来て、これって見えてないってことなのかな。ここは1階なのか。あ、反応しない。2階。さあ2階はどうなっているのでしょうか。特に何も音はしないみたいだけど、病室かな、ここ。そうだな、こっちは開かない。そうだね、これは。広いな。なんかある。開かない。ロッカールームとか書いてあったけど、開いた。え、リロードした？ショットガンの弾があるよ。ん？マニキュア除光液？香水？そこに何かある。うげー、またこれ。君
君はまだ自分の本当の気持ちに気づいていないのかもしれない。でも無意識では分かっているんだ。だから君は私に近づこうと努力している。それは美徳だ。楽園に至る道だ。もし鍵がかかっていたら開ければいい。監獄への扉を開けるための合言葉で。医者の名前は忘れた。とにかくあの馬鹿医者が張っていた。あいつこそこっちにいるべきなんだ。だって4つの数字を書くだけで済むことなのに無駄がすぎるじゃないか。でも惜しいかな。私はそっちにはいない。じらしているのか。待ち焦がれているのに君はひどい人だ。だけど愛しいよヘザー。気持ち悪すぎるだろ。なんかある。タイプライターで打たれたメモが貼られている。一つ目の数字は二つ目より大きく、二つ目の数字は三つ目の二倍、三つ目の数字は四つ目より小さく、四つ目の数字は一つ目の半分だけ。ちょっと待って、メモ。はい、メモしましたが。ああ、まだあるのか。四つ目の数字はどれ一つ同じではなく、三つ目の数字は上の列ではなく、二つ目の数字は右の列ではない。一つの数字はそれが終わりの鍵になる。ちょっと待って、また書き終わり、また書き終わりました。終わった。鍵がかかっている。オーノー、そういうことですか。一つ目の数字は二つ目より大きくってさ、これヒントみたいなのがないといけないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけれど。階段があるね。鍵がかかっている。ちょっと他の階行けるかな。ヒントが欲しい。いけないんだ。はい、というね、いいところなんですけれども、今回はこの辺りで切りたいと思います。いや、ちょっと急に謎解きが出てきちゃったのでね、これ時間かかると思うので、次回また挑戦したいと思います。というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。私 RXY の他の動画が気になったという方はチャンネル登録をしていただきますと、他の動画チェックしやすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。また最近ブログを始めました。ブログの URL 動画説明欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらからご覧ください。他にもRXY の YouTube トップ、 Google プラスのリンクも動画の説明欄に貼っておりますので、よかったらご覧ください。というわけで以上 RXY でした。